この発電機はもともと6気圧の下で正常に作動するように設計されてたのよ。でもデミュー内の大気は今1気圧、高圧力の蒸気が充満したタンクとかパイプとかそういったものに亀裂が生じる可能性もないとは言えないわ。あるいは異常が感知されたせいで安全バルブが開放されたとか。これで多分大丈夫だと思う。猫は嫌い。ネズミを食べちゃうから。私は猫じゃない。私が答えるかどうかは気分とは関係ないの。意味のある質問には答える。そうじゃなければ答えない。ただそれだけ。だからそういう質問には答えたくないの。確認のための質問。あなたには知る必要のない質問。私が知らないことを知ってるくせに聞いてくるような質問。世の中にはあまりにも不毛な会話が多すぎる。そう思わない？全然意味なんかないわ。そんなことを聞いてあなたは何か得する？私のことを知っても何の意味もないでしょ。あなたには知る必要のないこと。
今度は私の番ね。質問してもいいでしょ。目閉じてくれる？正確に言うとお願い。閉じて。閉じてて。このゴキブリ野郎、ゴキブリ野郎、これでも食らえ、チキショウ。どうだ、参ったか、カマロウマよ。ねえ、便所コオロギよ。これでいいかな。汚いからこんなとこに吐き出さないでよ。アセトン、見苦しかったから。顔が。あなたの。工具箱に入ってたの見つけたから。待ってても答えないの？意味のない質問だから。